わちたかには、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。本人は、対ロシアを重視し、北進重視の人物であり、中国政権には、怪獣策を持つ人物であったため、1932年に、大連出身で、兄弟引率のスパイナッツ文運と頻繁に接触して、軍情報を漏らすようになり、三島省大寺商船駅では自軍に5000人の死者を、もたらした。 広島県出身、旧中津藩市、陸軍中佐、和知新一郎の次男として生まれる。広島高等支配学校附属中学校、広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1914年5月、陸軍主管学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評第3連帯付となる。1922年11月、 陸軍大学校を卒業した。1923年8月、不評第3連隊中隊長となり、参謀本部付勤務、参謀本部員、参謀本部付、参謀本部員、第6師団司令部付、災難駐在部官などを歴任し、1929年3月、不評調査に昇進。同年8月、不評第63連隊大隊長に就任し、参謀本部員、 関東軍参謀、関東駐在部官などを歴任。1933年8月、不評中佐に進級。1934年12月、参謀本部員となり、シナ中東軍司令部付を経て、1936年8月、シナ中東軍参謀となり日中戦争に出征。1937年8月、 不評大佐に昇進し不評四44連隊長に発令された。1938年3月、台湾軍司令部付、参謀本部付。日本陸軍は、日中戦争の戦局打開のため、小介石のライバルと目される要人たちの怪獣を、図り、大本営直轄の土井原機関の指揮下に、北京では、大阪通定大佐が、竹工作を、 福建省に対しては、台湾を拠点に、山本津軽大佐が、菊工作を、重慶に対しては、参謀本部の影佐定明大佐が、梅工作を、上海ではわちが、乱工作を行った。その後、第21軍司令部付け県中品、派遣軍司令部付け、品派遣軍総司令部付けを経て、1940年3月、陸軍省省に進級。 同年11月、参謀本部付となり、台湾軍参謀長、県台湾軍研究部長として、太平洋戦争を迎えた。1942年2月、第14軍参謀長に就任し、フィリピンバターン攻略に参加し、県非東軍政官となり、1943年6月、陸軍中将に進んだ。1944年3月、 南方軍総参謀副長に就任し、さらに第35軍参謀長へ転出司令手当の戦いに参戦したが敗退。ついで南方軍総司令部付となり、南方軍総参謀副長兼南方軍交通隊、司令官を経て、中国憲兵隊司令官として終戦を迎えた。1945年12月、予備役に編入。1946年1月、 全般容疑で逮捕され、菅無工事署に拘留。1948年4月13日、重労働6年の判決を受け、1950年8月17日付で仮釈放された。この間に公職追放となった。ありがとうございます。